カトリ神宮にお参りするのもおすすめです。4つ目のコースは九十九里浜や銚子周辺を楽しむ。自転車を折りたたまずに乗せられるということを、さらに電車というのは目的地まで走っていくので、それをまあ基地というふうに、サイクリストの皆様に愛される場所ですね、こういうことになっていただけるようなものになること。